はい、ちょっと休憩させてください。会社から。
1戦目が取れてるやつとか、ブラジル対サウジアラビア。
中リーグ2000年がスペイン対フランスなんですよ。めっちゃいいですね。1日でその3カップ見れるんで、最後は超レアな感じで、だけど息子に言えなくて、がっかりさせちゃうから引き上げてくるかなと思ったらどうなるかなと思って、びっくりした、あれみたいな。予選でスペインに行われるんですか。朝鮮は今回イタリアと出るヨーロッパで落ちちゃった、はい、だったらもうそれ以外のあれってマイブラー、マイブラーはドイツとかがいいんですけど、すごいよ、スペインフランスはすごい、うん、若い世代だからオーバーエイジはなくなっちゃったので、まあなくなったそうなんですよ、1年ずれたからオーバーエイジがなくなるとか、まあ本当はこう2代23とオーバーエイジ3人みたいな、1年ずれたからオーバーエイジなくなって2代23とオーバーエイジ3人みたいな、そういうのどういうことだったんですか。ネイマールクラスって、オリンピックとか出てた、まあ、出たりはしますけど、無理に来ないですよね。だから、今、ムバペっていう人が出てるんですけど、彼とかは、一応このオリンピックは、どっちが多いですね。相当、なんですかね。その界隈の人たちが、そういうのが来ると嬉しいですけど、だからあまり話せないから、スパイスもなくしたし、家族としてもいないし、完璧ケースですよ、スパイス、カードもいいです。めっちゃいいね。決勝はとりあえず2、3。決勝はもう少しだと2、3回でご飯が来る。まだ今だって2、3人ぐらいしかない。ああいうのもね、ネーミングライツでどんどん分かりますからね、その前分かんないよね、名前が2個あったら、今一種のこのままで潰しようみたいな、今、女性の子は準決勝と3位決定戦全部最初なんですよ、ここでしょ、さすがに1試合でしょ、え、準決勝はさすがに1試合でしょ、準決勝両方見れる、何が出たか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 、
3人目秩父の手前に行きたかったけど、違うから千田が人を見て、今回は好きちょうど芝桜とかするんですけど、あんま面白くないみたいな感じで道がダメだよ。俺も青春の時に青春の時に青春の時に青春の時ないだろうね。流出していたので、レパートさえだとだいぶ酒飲んだら咲いたら神奈川つまらないみんな、本当に民主だった。家が近い。東京だったらそれを見ると